それぞれ担当のトリーナーがいて、大体ね、ペア君のメンバー、いたりよったり、変わることは少ないんですが、ルシアはね、本当に1ヶ月に3、4回くらいかな、ね、僕のパートナーを務めてくれる。それだけ回数が少なくともパートナーを務めてくれるっていうのがね、ルシアのすごく優しいところ、いやらしく苦しいって言いますもんね。確かにその通り、あんまりないですね。でしょ？はい。ちょっと緊張がね。ちょっと緊張。皆さん、僕のパートナーね、ライラって言います。ライラは4年前の8月31日に江ノ水にやってきて、その日からほとんど毎日のように一緒にいるので、僕とライラはね、いつもね、一緒にいます。この時間楽しもうね、ライちゃん。よろしくね。じゃあ、いつも一緒にいるライラは今日ね、きっと活躍してくれることでしょう。はい、頑張りましょう。さあ、江ノ水で3ヶ月ほどお休みいただいておりましたけども、その間ね、何もしてなかったわけじゃないんですよ。皆さんに会える日を楽しみに、いろんなことをね、練習してきました。今喋ってたらなんか皆さんの視線こっちだったんですよ。でなんかうわーって声出して。やるからどうぞ。これね一緒に練習したんです。タイミング合わせる結構難くて。いくぞ。よっ。せーの。ほっ。いいね。いいね。ちょっとあれちょっとね、ルシアできるかな。いきます。わかんない。やるだけやってみよう。どうだよなんか。そっちにひねる。ね、こっちね、わかりました。ちょっとでしょ。行きます。はい、ありがとうございます。さすがですね。今ちょっとドキドキしましたけど、さすがのルシア答えてくれたね。さあルシアはね、7年前に江ノ水に行きました。江ノ水歴でいうと、まあ、年齢的にもルシアの方がライダーよりは先輩だけども、コンビ歴は友野とライダーの方が長いので、もっとなんかいろんなこと見せてくれてるよ。休館中約2、3ヶ月ぐらいかな、うん、結構ね、いろんな練習大きくね、3つぐらい練習したことがあって、うん、地味な順に行きますね、うん、まず1つ目が、例えばね、採血、血を取る練習をしたりとか、あともう1つが、少しでも皆さんの近くに行きたいなと思って、この狭い通路、ライダー前怖くて通れなかったので今見てなかったでしょ、ライダー逆立ちしようとしてたよ。本当ですか。ごめん逆立ちましょう、後でやるとして、ちょっとね、ここ通る練習したので、ちょっとだけ進んでみていいですか。その狭いところ、はい、オットセイはね、別名をヒゲ足動物っていうのを、ね、ちょっと見せて、前足ヒゲの形してますよね。だから意外と横幅あるんです。むしろ分かりやすくありがとう。だから横幅あるとね、狭いところちょっと結構大変だと思う。いけるの？ちょっとやってみますね。地味ですけどね、ちょっと通るだけですからね。地味な部分はまだまだ通るのがフォローしますから、ちょっと集中します。大ちゃんいる？よいしょ。
ってるだけ。ああ、じゃないかな。せっかくか。ああ、ちょっと緊張した。よし、皆さんもういきますよ。でもね、なんかすごいらしさが見えました。なんか面白い。